駅をご通行中の皆様、そして現在 YouTube、ライブ配信をご覧の皆様、こんにちは。翼の塔の根本涼介と申します。この度、我々 NHK 党、そしてその NHK 党がやっている諸派党構想のうちの一つの政党である翼の党ですね、翼の党から、黒川敦彦党首が、ここ北関東にて衆議院選挙、立候補しております。翼の党の幹事長の根本涼介と申しまして、党首の黒川敦彦の応援に参りました。まずこの諸派党構想、画期的なシステムでございます。立花孝志党首がですね、考案したシステムでございますけれども、今の自民党だったり公明党だったりがですね、自民党だったり公明党だったりがですね、全く日本人のために政治をしていない、自民党を作ったのはアメリカの GHQ でございますし、公明党は創価学会のために政治をしている。このせいでですね、30年間日本の経済成長はむしろマイナスになっていると、こういうことを受けて今の古い政党には任せていられないということで、諸派党構想、諸派の小さい政党がですね、まとまって古い政党を、の議員をですね、引きずり下ろして、本当に国民のため、市民のために、政治をする政治家がですね、どんどん出てこなければならないということで、立花党首のご厚意ですね、諸派党構想が立ち上がりまして、そこに、参加させていただいているのが翼の党でございます。立花孝志党首はですね、NHK 党としても、非常に国会議員の国政制度の中でもですね、掲げた公約に対して国民の成果を出している国民の成果を出している国民の成果をですね、1年間で220億円もの収益が減ったと、立花党首がですね、NHK の集金に乱暴な、本当強引にですね、脅迫まがいな集金をしている NHK 集金人を取り締まっているということで、なんと220億円も NHK は収益が減ったと、そういう報告がございますし、現在の NHK の会長である方がですね、こういう昔ながらの本当にヤクザみたいなですね、そういう NHK の集金人を取り締まっていくと、そういう発言すらしているということで、彼が掲げている公約である NHK をぶっ壊すということに関して、かなり貢献している、そういう、立花党首でございます。今の与党も野党もですね、できもしないような公約を掲げてですね、ずっとですね、与党野党としてずっと降臨している、組みしているわけですけれども、政党助成金もとても、多額の助成金もらって、全然公約は実現しないと、それに対して NHK 党立花党首はしっかりですね、結果を出されているということで、僕もすごいなと本当に思っております。それにも、こういうふうに一致政党として結果出しているにもかかわらずですね、こういう諸派と小さい政党がですね、まとまって今の古い政党を倒していこうということで、本当にですね、画期的で、我々小さい政党とても大変な思いしております。選挙に出るのにもお金がかかるわけでございますけれども、彼のおかげで、国政政党としてですね、選挙を戦えるということで、本当にありがたい存在でございます。そして、翼の党から、うちの黒川敦彦が、ここ北関東から出るわけでございますが、僕はですね、この黒川敦彦という、党首ですね、
彼の YouTube を見て、翼の方に、参加しております、この黒川敦彦は本当にですね、僕の、僕が政治に、参加する、きっかけになった人物でございまして、今の日本、そして世界がですね、どのようになっているのか、YouTube で発信をしておりまして、このように、今の日本がですね、例えばアメリカから完全に支配されていると、まあ、自民党を作ったのはアメリカの CIA ですから、そういう根本的な日本の政治の問題をですね、気づかせてくれたのは、彼、黒川敦彦でございますので、彼はですね、ずっと、そういうことを訴えてきておりまして、僕も彼についていきたいという思いでですね、今政治活動を葛飾でやっております。彼はですね、本当に、彼のような発言をしてきた議員はですね、軒並み、失脚させられたりとか、殺されたりとか、している、そんな内容を、彼はずっと発信しておりますし、国会議員になってもですね、その主張を曲げずに、やっていく、自分の命をかけて、政治活動をやっていく、そういう気合がですね、僕は、感じ取っておりまして、彼の気合を見てですね、僕もですね、まあ、彼ならやってくれるだろうと、そして彼に協力、するべきだと、僕は思いましたので、このようにまだ27歳でございますけれども、まあ、政治家としては、若い、若い者でございますが、彼に協力してですね、日本を良くしていく、葛飾から良くしていきたいということで、現在政治活動をしております。そして黒川敦彦はですね、北関東で、出ますので、ぜひとも皆様にも、応援していただきたいと思っております。消費税ゼロを掲げております。本当にですね、消費税だけではなくて、日本国民ですね、皆様一生懸命働いておられると思いますが、皆様の給料は半分も、50% も税金で持ってかれております。ありえないことです。こんなにですね、多額の税金を、搾取する、今の日本の政治家、なんとかしなければいけないんですね。日本は世界で一番資産を持っているお金持ちの国なわけですから、こんなにですね、国民に税金を負担する必要は本来はないわけですが、政治家がですね、私利私欲を、満たすと、そしてできる限りですね、日本国民からは税金を巻き上げる、そういう目的で今の政治家は政治をやっております。それはそうです。日本の政治家、主に自民党ですよね。自民党を作ったのはアメリカの GHQ なんですから、アメリカはですね、第二次世界大戦日本に勝ったわけですから、敗戦国である日本からいかにお金を巻き上げるかしか考えてないわけです。そのアメリカの出先機関が自民党なんですから、自民党の議員というのはいかにして日本人からお金を巻き上げるかしか考えてないわけなんですね。ですが、こういうことを訴える議員は一人もおりません。国会議員、そんなことを口が裂けてもいませんね。こういう本当のことを言う議員はことごとく失脚させられたり殺されたりしてきたわけですよ。ですが、現在、翼の党の黒川敦彦は、唯一ですね、そのことを、ずっと明言しておりまして、YouTube でも発信をしております。そして23万人もですね、YouTube チャンネル登録者数がおりますので、彼の発言を見て、まあ、こういう今の日本の根本的な政治の問題に気づく人がどんどん増えております。僕もそのうちの一人でございまして、この度、この北関東、浦和駅まで、応援に駆けつけた次第でございます。今回衆議院議員選挙がありますけれども、出なければならないと思っております。僕はというと、僕はまだ若いので、まあ、若いながらに何ができるかと、考えた結果ですね、やはり若い人間が、政治に参加する、そういう世の中を作っていきたいと僕は思っております。現在若者が政治に興味がありません。そのせいで投票率が低いわけですね。ですが、日本を何とかするためにはですね、投票率を上げるしかないわけです。今 40% 台と非常に低い水準にとどまってしまっております。ですので、自民党とか公明党のですね、組織票を持った議員が選挙に通ってしまうわけですね。自民党は統一教会だったり、まあ、労働組合の組織票がある。そして公明党は、創価学会の組織票があると。だから、どんだけ、日本をぶっ壊すような政策を今打ってますか、それでも選挙に通ってしまうんですね。例えば小泉進次郎とかですね、皆さんはテレビで見たことあると思いますけれども、あんな出来損ないのただ小泉純一郎の息子であるという、
組織票があれば、小泉進次郎みたいに衆議院議員やれてしまう、これでは日本の政治が、日本人の生活が良くなるわけがないと訴えております。ですので、こういう組織票をなんとかするためには投票率を上げる必要があると、そのためには、今選挙に行っていない若者が選挙に行く必要がある、若者が政治に興味を持つ必要があるということで、僕は若者に対して、若者の YouTube も Twitter も TikTok も、やってまして、若者が、僕の YouTube とか見てくれておりますので、そういう僕の YouTube とかを見てくれている若者に、政治の大事さ、政治の大切さを伝えていってですね、若者がより政治に興味を持つような発信活動をしておりますし、僕のような若い政治家が増えれば、おのずと若者も政治に興味を持つようになって選挙に行くようになります。そうすれば投票率が上がっていい政治家だけが選ばれるようになります。今の出来損ないの議員を引きずり下ろして追放するためにはもうこれしかないと根本良介を訴えております。ですので今後も、僕はですね、国政を目指して頑張ってまいりますし、今回NHK 党の諸派党党首を進化するためにおりますし、諸派党も諸派党の一つとして頑張ってまいりますので、ぜひとも黒川敦彦の応援よろしくお願いいたします。そして、当然まさやですね、NHK 党のお書きください。黒川敦彦とか翼の党と書いたら無効になってしまいますので、NHK 党と、投票用紙にはお書きください。ということで、僕の挨拶を終わらせていただきまして、翼の党と黒川敦彦に